フワン・アントニオ・バルデムは、スペイン・マドリード出身の脚本家、映画監督。同時代のスペインに生まれた、映画監督、ルイス・ブニュエル、ルイス・ガルシア・ベルランガーと共に、3人の優れた、BE と呼ばれ、やや後年のカルロス・サウラを加えて、3倍と 1S と呼ばれることもある。2002年度には、名誉小夜賞を受賞し、2011年には、 マドリードウォークオブフェームの一人に選ばれた。1922年6月2日にマドリードに生まれた。それぞれ俳優、女優だった両親の希望でスペイン内戦後の1943年に大学に入学して農業工学を学び、1946年にはスペイン政府農業省で働き始めた。1947年に 国立映画研究所が設立されると一期生として入学。しかし、卒業制作は教授陣に認められず、映画監督のクレジットに必要な監督資格を授与されなかった。1950年にマドリードのイタリア文化会館で開催された映画祭で、イタリアのネオレアリズムに強い影響を受け、映画研究所同期のルイス・ガルシア・ベルランガと共同で、脚本。 監督を務めて1951年にあの幸せなカップルを撮った。この映画は公開までに2年間を要したため、再びベルランガと共同で脚本を書いて、ようこそ、マーシャルさんを完成させた。ようこそ、マーシャルさん,さルさんは、スペイン映画が国際舞台で評価を受けるきっかけを作った映画とされ、1五十三年のカンヌ国際映画祭でユーモア映画、 脚本賞を受賞。バルデムとベルランガは新時代のスペイン人、映画監督の象徴的存在だったが作風は異なり、バルデムは辛辣な社会批判を盛り込んだシリアスなドラマを好んだが、ベルランガはブラックユーモアあふれるコメディを好んだ。九百五十四年の役者はかつて書いた脚本をもとに撮影した作品であり、第七回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に、 出品されている。当時のスペインはフランコ独裁時代であり、スペイン映画が国外で上映されるのは稀なことだった。1953年には映画雑誌レンズを創刊しており、同志とサラマンカ大学生協映画クラブは1955年5月にサラマンカで国民映画会議を主催。この会議にはバルデムやベルランガの他に俳優、監督のフェルナンゴメス、 小説家のビスカイのカサス、言語学者のフェルナンド・ラサロ・カレテールなどが参加し、検閲や映画批評のあり方、法制度や労働契約などが話し合われている。バルデムがスペイン映画に対して政治的には無効、社会的には偽り、史的には最低、美的には無価値、そして産業的には脆弱と分析したことは、後々まで語り草となっている。これを機に、 スペイン各地に映画クラブが誕生し、サラマンカ国民映画会議はスペイン映画史における歴史的事件の一つとなった。1955年の第8回カンヌ国際映画祭では審査員を務めた。1955年の恐怖の相引きと1956年の大通りは1950年代のスペイン映画を代表する作品であり、 スペイン映画史に残る不及の名作とされている。恐怖の相引きは、人妻と、その浮気相手が起こした引き逃げ事件を描いた、サスペンス映画であり、同年のカンヌ国際映画祭で、国際映画批評家連盟賞を受賞した。カルロス・アルニーチェスの戯曲を原作とする、大通りでは撮影中に逮捕された事件もあったが、ベネツィア国際映画祭の、国際映画批評家連盟賞を受賞した。 1958年には、ラベンジェニザでアカデミー外国語映画賞にノミネートされ、この作品は第11回カンヌ国際映画祭にも出品された。1958年には制作会社のウニチを共同設立して社長となり、この会社は亡命していたルイス・ブニュエル監督が久々にスペインで撮ったビリディアナを制作した。 コメディ映画を得意としたベルランガとは対照的にバルデムはシリアスなドラマ映画を得意としたがフランコ独裁政権下では検閲の影響で思うような映画が撮れなかった。バルデム自身はフランコ体制下で公には存在が認められていないスペイン共産党員だった。1962年の無実の人はどうしても検閲に通らなかったためアルゼンチンに赴いて撮影した。 1963年には第13回ベルリン国際映画祭にこの作品が出品されている。スペイン帰国後にはかつての大通りに近い何も起こりはしないを撮影したが、1960年代前半の作品はいずれも工業的には成功しなかった。1965年の太陽が目に染みるは英会例の小説自動ピアノを原作とする。 ドラマ映画であり、日本人女優の岸恵子が出演、第18回カンヌ国際映画祭に出品された。1977年の、端には、ピンクコメディ女優のアルフレド・ランダを主演に抜擢し、ランダがシリアスな役でも活躍できることを示した。この映画では、第10回モスクワ国際映画祭で金賞を受賞し、1979年の1月の7日間は、 第11回モスクワ国際映画祭で再び金賞を受賞した。この作品は4人の労働法専門家が極右活動家に殺害された後茶の殺人に関するドラマ映画である。映画監督として多作ではあるものの、1950年代の名作の数々以降は成功した作品は少なく、検閲が撤廃された民主化後の作品も凡庸な出来だったとされている。 1981年には第12回モスクワ国際映画祭の審査員を務めている。日本で初めて体系的にスペイン映画が紹介された第1回スペイン映画祭ではベルランガ、サウラ、アラゴン、イマノル・ウリベラと共に日本を訪れている。1993年には第43回ベルリン国際映画祭の審査員を務めた。 1990年代中頃からはスペイン映画監督組合の会長を務めた。2002年10月30日肝臓疾患のために死去した。80歳だった。同年度には生前の功績に対して名誉語や賞が贈られた。2011年にはマドリードウォークオブフェームの一人に選ばれた。バルデム家はスペインでも有名な芸能一家である。 父親のラファエル・バルデムは映画と舞台で活躍した俳優であり、母親のマキルデ・デム・ニョス・サンペドロは女優だった。バルデムの映画にはしばしば早くで、母親のサンペドロが登場している。バルデムはマリー・アーグアド、バルバドと結婚して4人の子供を設け、息子のミゲル・バルデムは父親と同じく映画監督となった。ミゲル・バルデムは初短編映画、ラマドレで、 五夜賞短編映画賞を受賞し、1999年の長編デビュー作、世界で一番醜い女は、プチョン国際ファンタスティック映画祭でグランプリを受賞した。フワン・アントニオの妹のピラール・バルデムは女優であり、1995年の死んでしまったら私のことなんか誰も話さないで、五夜賞女演女優賞を受賞した。ピラールは俳優、舞踏家、 映画監督からなるアシュジア財団の代表も務めた。ピラールの息子のハビエル・バルデムも俳優であり、五夜賞を5度、ベネツィア国際映画祭団優賞を2度獲得している。他、スペイン人俳優として、初めてアカデミー賞を受賞した。ハビエル・バルデムの兄のカルロス・バルデムも俳優であり、五夜賞女演団優賞に2度ノミネートされている。ハビエル・バルデムの姉のモニカ・バルデムも女優であり、 またモニカはマドリードのチュエカでレストランを経営する実業家でもある。ありがとうございます。